今回は左回りのスクロールを掘っていきたいと思います。前回掘ったスクロールから続いてスクロールが伸びているデザインを掘っていきたいと思います。まずスタート地点は前回のこちら向きのスクロールのこのトップのところからですね。トップのところからこのラインからつながっている線を掘っていきます。ここから連続してつながっているようにこのラインを掘っていきます。この曲線を整えながらいびつな部分をなるべく綺麗な曲線で直していきます。2回ぐらいこのラインを掘ったら今度はウィッグローを入れます。こちら向きのスクロールはスクロールの内側からウィッグローを入れてたんですが、左向きのスクロールはスクロールが進む方向に向かってウィッグローを入れていきます。ウィッグロー、スクロールの中心に向かって入れていきます。この辺をもう少し、ウィッグローを入れて太くします。次は内側のライン、そしてもう一度外側のラインですね。ウィグルがはみ出てるところをもう一度整えていきます。でここに小さいスクロールをもう一つ入れます。この小さいスクロールのスタート地点はだいたいこのスクロールの真ん中ら辺、こことここの真ん中ら辺ぐらいから、掘り始めます。スクロールは真ん中ら辺ぐらいからスタートしたんですけど、ウィグルはもう少しこちら側から掘っていきます。
でもう一度スクロールの形を整えながら、はみ出たビーグルの線を彫りながら、消していきます。そして今度は内側のラインをこの辺からスタートさせて、スクロールの真ん中まで彫っていきます。このスクロールを彫り終わったら、次はここにこの逆バージョンですね、こちら側に向かってこの模様を入れます。彫り幅を広げながらカーブをさせていきます。で次は、右の歯を下にしてこちら側のラインを入れていきます。まだここに平面の部分が残ってるんですが、この平面の部分を残さないように何回か彫りながら平面の部分をなくしていきます。次はここに一つスクロールを入れたいと思います。スタート地点はこの辺からあとここにスペースがあるんですが、ポカドット点描を入れてもいいですし、いろんなテクスチャーを入れてもいいと思います。ポイントは、一番大切なポイントはここから連続してつながってるように見えるように、ここからつながってる感じで入れていくと綺麗に見えます。はい、今日は以上です。左回りのスクロールの入れ方でした。ありがとうございました。